今日もリアルバッキョーです。さて今朝はですね、大胸筋中部下部をしっかりと追い込んできて、これより昼食なんですが、今日はですね、なんとこちら、じゃーん、マッスル餃子、こちらをですねご提供いただいたんですよ。なのでちょっと今日はね、これを食べていきたいと思います。ちなみにこちらね、ものすごいいいんですよね。もう筋肉作りには最高の餃子でして、まあ見てください、カロリーをね、なんと 50% カット。そしてなんと脂質が 88% カット。そして糖質も 50% カットは。まあ僕はですね、日頃からクリーンな食生活を結構心がけてて、脂質を1日バルクアップ期でも 50g から 70g に抑えてるんですよ。なのでこちらですね、なんと脂質がほとんど入ってないので、まあクリーンな、あんまり脂肪をつけない筋肉をそれででかくする体作りに対してかなりいいですね。まあ、1個あたりなんですけど、このタンパク質が 2.2g、そして脂質がなんと 0.3g、そして炭水化物が 3.2g と、かなり筋肉作り、またダイエットに最高の餃子となっています。ちょっとね、これよりこちらを食べていきたいと思います。それでは。じゃーん、マッスル餃子完成しました。こちらね、12個焼きました。なのでタンパク質がこれで 25g 近く取れるということになります。そして白米を 300g、 ちょっとね、タンパク質の不足分で鶏胸肉、これで足していこうと思います。それではこれを食べていきます。はい、ではいただきます。それではね、このマッスル餃子から食べていきたいと思います。さて、まずはね、これをね、餃子にね、この特製、まあ、特製って言っても作り方簡単だけど、このタレをつけて、でそしていただきます。うまっ、うん、普通に餃子ですね、うん、やっぱ餃子って普通に美味しいじゃないですか、うん、もうね、何の遜色もない通常の餃子です。かなり美味しいです、うん、ちょっと今度はね、白米と一緒に食べていきたいと思います。ちょっとこのタレにつけてね、でこのしっかりとタレにつけて、でこのご飯にワンバンさせて、そっからご飯をかっこむ、うん、うんうんうん、だこの味でこのタンパク質量ってのはすごいですね、うん、美味しい。でこれ食べながらダイエットできたら、すごくダイエットが楽にて楽しくなりますね。いいな。またね、このタレのね、ごま油が合う、ごま油合う、ごま油が合うな、餃子には。うん、あ、美味しいもんな。また白米ね、うん、幸せだな、うん、幸せです。はい、ってことで食べてしまいました。ごちそうさまでした。いや、マッスル餃子かなり美味しかったですね。いや、これでタンパク質をしっかりと取れて、なおかつ脂質まで抑えられるとなると、かなりダイエットが楽しいものになりますね。やはりですね、ダイエットというのは食事を楽しんでいかないとダメだと思うんですよ、うん、じゃないと長続きしないですしね、うん、なので、まあ、興味ある方はですね、あの概要欄に URL を貼ってますんで、ぜひ見てみてください。ということで本日はここまでですね。皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあね。チャンネル登録をお願いします。いいねもお願いします。
の動画も見てね。バイバイ。バイバイ。標的をこの僕の方へ受けているから生きるため走り出す夏大丈夫。